こんにちは、建築家の久米美咲です。第8回目からの授業では、北欧の建築家エリック・グンナー・ラスプルンドが設計した住宅をご紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。スウェーデンの建築家エリック・グンナー・ラスプルンド、彼の名前を初めて耳にする方も多いかもしれませんね。しかし、実はあのアルバアルトもラスプルンドに弟子入りを志願したことがあったのだとか。同時代の北欧の建築家の間で多くの憧れを集め、その後の文化に計り知れない影響を与えたとても魅力的な人物でした。さて、ではラスプルンドはどのような人物だったのでしょうか。ラスプルンド編第1回の今回は、彼の人生や作風について簡単にご紹介したいと思います。ラスプルンドは1885年スウェーデンの首都ストックホルムで生まれました。ちなみにその翌年には、 Less is more や神は細部に宿るという標語で知られた巨匠ミース・ファンデル・ローエが生まれ、翌々年には暮らしの学校でも紹介したル・コルビジェが誕生しています。偉大な建築家が次々に誕生した時期だったのですね。実はラスプルンドの少年時代の夢は画家になることだったそうです。しかしながら家族や絵の教師からの反対を受け、画家への夢を絶たれます。その後、建築家を志すことを決意した彼は、ストックホルムの名門王立工科大学で建築を学ぶこととなったのです。ラスプルンドの大学時代は、彼の建築理念の基礎を築き上げた大切な時間でした。ちょうど古典からモダニズムへの過渡期であり、伝統と合理性が混在する19世紀の建築観を学び、その考えを生涯をかけて独自に発展させていったのです。ラスプルンドはモダンな空間の中に伝統的な建築の魅力を巧みに融合させた作品を多く残しています。伝統的な建築様式からモダンなスタイルへと人々を見事に導いた作品群は、その後花開いていくモダン建築の文化の礎を築いたと言えるでしょう。コルビジェなど明快で斬新な近代建築の巨匠たちに比べると、スポットライトが当たることが少ないラスプルンドですが、彼の代表作であるストックホルム市立図書館やスカンディアシネマなどは、100年以上経った現代から見ても新鮮さを感じさせるものとなっています。さらにはラスプルンドが亡くなるその時まで、実に25年もの間生涯をかけて取り組んだプロジェクトである森の墓地は、コルビジェやミース・ファンデル・ローエなどの作品を含む名だたる近代建築の中で一番最初に世界遺産に登録された建築群なのです。ラスプルンドは自然と人間の生命がどうつながっていくかをとても真摯に考えた建築家なのだと思います。そのエピソードをこれから少しご紹介しますね。生きる喜びだけではなく、寂しさや悲しさといった様々な感情も含めて建築という形に昇華して表現されており、そこがラスプルンド建築の最大の魅力になっていると思います。ラスプルンドの建築観には、伝統と合理性の融合の他にもう一つの大切な要素があると言われています。それは生と死。これはラスプルンドが35歳の時に妻イエルダ・セルマンとの間に生まれた2歳の息子が亡くなってしまったことに起因していると言われています。この出来事により、妻イエルダも精神のバランスを崩してしまい、やがて2人は離婚してしまいました。まだ若き建築家にとって、これはとても大きな出来事でした。幼い命の誕生と死を間近で感じたラスプルンドは、その後生涯にわたりこのテーマと向き合っていくこととなります。しかしながら、
彼は再び新たな性の誕生にも立ち会うこととなります。そこで登場するのが、今回暮らしの学校でご紹介する夏の家。この家を建てる3年前にハスプルンドは再婚を果たし、再び息子を授かったのです。この夏の家はハスプルンドが休日を過ごす家として、1937年にストックホルムの郊外に建てられました。アスプルンドは夏の家の完成3年後に心臓発作により55歳という若さでこの世を去りますが、夏の家で過ごした時間はアスプルンドが人生の最後につかんだ平穏だったのです。早くから死というものを見つめ続けたアスプルンドでしたが、死期を近くして生きることへの希望を手に入れたのですね。生のすべてを無条件に肯定する夏の家。パッと見では建築家が設計したともわからないような、とても素朴さのある見た目でありながら、北欧の偉大な建築家の幸せなひとときが詰まった住宅です。さて、今回の授業はここまで。アスプルンドと彼が設計した夏の家について興味を持っていただけたでしょうか。どうでしょう、眺めているだけでワクワクするような素朴で可愛らしい住宅だとは思いませんか。ここにアスプルンドのどんな考えが生きているのかは次回以降の動画でご紹介しますよ。参考になった方はぜひ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまたお会いしましょう。